砂ネズミのグループ砂ネズミは、ネズミか砂ネズミ属に分類されるネズミである。中華人民共和国北東部、モンゴル国、ロシア南東部体長9.5から18センチメートル。お長が10から19センチメートル。体重50から60グラム。この種は、天敵が少ない土地が、原産のため、中高生である。ただし、日中の最も暑い時間帯と夜間の最も冷える。 時間帯はすぐに戻り、活動を停止する。また、雑食で、個体により資料等への思考が異なる。ペット種は、戦後に、アメリカの研究者が持ち帰った数匹から始まったと、される。ただし、日本では、日中戦争時に研究用に捕獲された個体の、子孫も、稀に存在するとされる。積極的に研究用の品種改良、そしてペットとしての品種改良が行われたために、 性質、行動等も原産種とは大きく異なる。飼育環境における近隣種との交雑もあるため、近隣種の性質を強く受け継いだ個体もあり、遺伝的にも野生の原産種と完全に同一とは言えない。砂漠とスてップ域の中間にあたる草がまばらに生えた砂地環境で生息する。冬場の気候は涼しく乾燥しており、夏は暑く日中は、 約摂氏50度まで上昇する。しかし、年を通しての平均気温は摂氏20度前後であり、個体としての生活、活動する適温も20摂氏26度程度の間であり、それ以上でもそれ以下でも活動性は低下する。これは、水分代謝の機能の関係上、体の温度を下げる能力を持たないためであり、そのため、自らの体温より数度以上高温の環境に、 置かれた場合、数時間以内に死亡することがある。生息地の厳しい気候のため天敵は少なく、中型から大型の鳥類と蛇が生息する地域では、それらが天敵となるのみである。野生環境では巣穴を掘り、通常、アルファユーとアルファメスのペアとその子供たちの組み合わせのコロニーを形成して生息する。巣内では、アルファユーとアルファメスの実が繁殖する。 一つのコロニーの縄張りは300から1500平方メートルとされる。数多くの医療、科学実験に用いられる。著名な例としては、寿命は一般的な飼育環境で通常2年から3年が実質的な目安である。通常ペット参考書籍などでは3年から5年が目安とされる。また、英国のナショナルジャーバルソサイティのサイトでは2年から4年と、 記載されている。ただし、医療処置を受けられる環境に変われた個体によっては5年から6年程度の一般飼育例もある。毛並みの遺伝子が広く研究されており、複数の毛並みとそれに関連する遺伝子が報告されている。現在、毛並みに関係するとされる遺伝子型は下記の通り。また、複数の各種 OS に対応した遺伝子パターン計算ソフトウェアが出ている。 多くの毛色はペットショップなどでは他の毛色などと混同して用いられる。最も顕著な例は2名で白、アルビノとして飼われる種類。厳密には数種類の違う遺伝子配列が白色を発生させることが知られている。NGS 名は英国 NGS で採用されている約41種類の分類を参照。メスの排卵期間は4から5日。 間隔は6から7日程度。メスの排卵は2歳程度まで行われる。通常の妊娠期間は23から27日。5から7匹を平均で産む。生後10から12日で目が開く。血離れは通常3週間程度。通常生後3から4週目に有志の判別を行う。英国、米国などの NGS、AGS 及び類似団体が存在する国では、 主にペットの砂ネズミの品評会が毎年開かれる。品評会では毛並み、左右対称、爪、尾、目、耳、健康状態などが評価される。また、ペットとしての資質も評価される。AGS では7から8のカテゴリーに分類されて品評される。ありがとうございます。